はい、前川です。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日もですね、一人治療院経営を頑張るあなたに向けて、有益な情報を送っていきたいなと思います。今日はですね、人間の5つの習性ということで、この5つの習性をお伝えしていきたいなと思っています。で、なんでこの話をするのかっていうと、特に治療家さんはこう、人の、まあ、気持ちを考えたりとか、心をこう読み取るとか、そういったことがすごい苦手な人が多いなという印象があります。だからコミュニケーションが取れない人がすごい多いですよね。多くないですか？なんか治療家さんって変な人多いですよね。僕も変なんかもしれないけど。で、そういった人たちに向けてですね、まあ、この5つの人間の習性ちょっと意識しながら、まあ対応することによって、まあ、コミュニケーションはかどりやすくなるし、まあ、患者さんリピートも良くなるし、っていうコミュニケーションがうまく取れるとですね、患者さんのこの症状も取れやすいので、ぜひですね、治療家の方はここを意識してやっていただきたいなと思います。まず、その1ですね。これは変化への抵抗ということで、人ってこう状況が変わろうとすると、ブロックかかります。なので、最初って絶対的に抵抗してしまうんですね。こうやってやったら良くなりますよね。でも、そんなこと言ってもとかね。だから、絶対的に抵抗が入るんで、そういった部分を人は感じるっていうことをまずしっかり覚えておくところですね。そこでこちらが「いやそうじゃないねん」とかこうバーって言ったところで、相手を否定して言ったところで、相手からしたら「この先生は私のこと理解してくれないわ」って思われても、そこで終わりなんですよ。そこでもシャッターが閉まってしまうので、まず変化への抵抗を絶対に持つっていうことをまず覚えてください。これはあなたもそうじゃないですか。いや俺のセミナーを受けたら売上なんか簡単に上がるでって言っても、いやそんなん言ってもとかね、まあ、抵抗感じたでしょ。それと全く同じなんで、患者さんにもですね、そういった部分を意識しながらやってあげてください。で、2つ目はね、注意がまばらになる。注意が まばらになるっていうことを覚えててください。人間が、人がこう集中して物事を考えられる時間っていうのは限りがあります。なので、人の注意をずっとこう引きつけるってことは難しいんですね。だから、その人の気を常に引かせるための工夫というのが必要になっていきます。例えば、新規志願の時でも使えるんですけども、まずこう、問診の時とかね、問診の時とかで使うのであれば、名前を呼んであげる。何々さんの体はとか、何々さんの問題はとか、あなたの、やっぱり自分のことは人と興味あるんで、じゃあ問題説明していきますねとか、じゃあ状況を説明していきますねっていうのよりも、何々さんの状況を説明していきますねとか、何々さんの問題を伝えていきますねってやっていた方が注意を引くことができます。これね、なかなか、シンプルですけど効果的なので、ぜひね、使ってもらえたらなと思います。じゃあ次、3つ目はね、勝手に解釈していきます。人って都合のいいもんで、自分のいいように解釈するんですよ。自分の今まで持っていたか、思っていた考え方に合うようなものだけを取り入れて物事を解釈していこうとしていきます。なので、自分が聞いたことあることとか、信じていることに近いものをどん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 取り入れようとしていきます。だからなかなか変わらないんですね。まあ、これね、今動画見てもらってるあなたもそうだと思うんですけど、いや、お金ないんだったらお金使わないといけないよと。もう、使って使うから増えるんやでって言っても、いや、そんなこと言ってもお前、俺の金取ろうと思ってんやろっていう解釈してる人たくさんいてると思うんですね。こうやって勝手な解釈じゃないですか。だいたい売り上げてる人って使ってるから。うん。出して入るですからね。需要と供給の関係で世の中成り立ってるので、そういった部分あるっていうことをまず知るって感じですね。じゃあ次、4つ目ですね。4つ目はこう、結果を急ぐ。すぐ結果を。じゃあ、いつ結果出るんですか？じゃあ、いつ治るんですか？みたいな感じですね、患者さんで言うと。結果を急ぐんですね。人はですね、こう、なかなか辛抱することができないんです。辛抱することができない。我慢ができないんですね。なので、患者さんでもいません。こっちの説明を一切聞かない人。全然話を聞かない。で、黙って聞いてることできずにすぐ自分の意見を言ってしまうとかね。そういう人多いと思うんですけど、これ治療家さんも多いと思うんですね。患者さんが喋ってる間に止めてしまって、それで、でもねとか、だってねとか言っちゃうことないですか？それしたら終わりですよ。はい。で、5つ目、これ最後ですね。すべて否定的に考える。
これがね、人間の5つの習性の5つ目で、否定的に考えるということです。大抵の人はですね、すべて否定的に捉えます。例えばどんなんがあるかな、否定的に。できない理由を探すってことですね。患者さんであれば、いや、そうは言っても私治らないやろうとか、そうやっても私も長いしなとか、そうやってもどこ行っても治らんかったしなとか、そうやって、否定的な意見を、探すんですね。否定的に考えていきます。あなたもそうかもしれない。そうは言ってもそこは立地が良かったからよって、俺の立地悪いんやでとか、いろいろあるじゃないですか。もう時間がないねん俺とか、お金がないからできへんねんとか、言うでしょ。はい、患者さんも一緒。なのでこの5つですね、人間にはこの5つの習性があるっていうことを覚えて、ぜひ対応してあげてください。で、なんかこう広告作るときもこの5つの習性があるっていうことを考えながら作っていってあげる。そうすることによって今までよりもいい結果っていうのが手に入ります。でもきっと今これを聞いた瞬間あなたはこの5つの習性入ってると思います。そうは言ってもみたいなね感じになってると思うんで、まあ、そうならないように頑張ってみてください。僕自身もまだまだ頑張っていきたいなと思います。僕自身もですね、もうほんまに今いろんなことにバババババン使ってるんで、全然キャッシュが残ってないんですよ。本当に残ってない。やばいですよ。やばい。だから働く。だから休まず働くって感じです。だからみんなね、そうやってもう使いまくってですね、もう必死になって働くっていう経験を、まあ30代ぐらいまではやったらいいんじゃないかなって、僕は思ってます、勝手に。もうね、20代前半で引退してることもいてるんで、いてるでしょ。いてるでしょ。僕の周りにはいないけど。世界を見渡すといてるので、そういった人生もすごいいいと思う。僕もそうやってやりたい。やりたいけど、まだできてない。でも30代は何があってもバリバリ働くって決めてるんで、僕は働いていきます。ぜひ一緒に働いていきましょう。ではまた。さよなら。